始まるよ。準備はいいかな？はい、で効果論の次はですね、損害賠償の範囲に関する問題でございます。で、損害が発生するわけですね。でそれから金銭評価してするんだけども、それをどういうメカニズムで、その賠償の範囲を確定していくかということですね。でこの点民法709条以下に、これに該当する条文がないんです。じゃあ、民法典上に損害賠償の範囲に関してのルールがあるのかというと、あるんですね。でそれが債務不履行に関する民法の416条なんです。はい、ということで416条、債権総論の復習になりますが確認してみましょう。まず1個、債務の不履行に対する損害賠償の請求は、これによって通常生ずべき損害の賠償させることをその目的とすると。2個、特別の事情によって生じた損害であっても、当事者がその事情を予見すべきであったときは、債権者はその賠償を請求することができるというものです。つまり1項では通常損害については全額、これに対して2項では特別損害に関しては、予見可能性の範囲内において、賠償の範囲とするという旨の規定だということができるわけです。で、これですね、この416条の規定は、2つの見方が、不法行為による損害賠償請求権の発生に416条の規定を適用させて良いのか悪いのかということに関しては、相対立する2つの考え方があります。1つは、416条の規定は、債務の不履行に対する損害賠償の請求、債務不履行の場合だけに限定しているので、したがって不法行為の場合には、適用できないという考え方です。そうすると不法行為に関しての、損害賠償請求の範囲ですね、これを画するには、416条以外のルールで考えていかないといかんということになるわけです。でくどいですが、790条以下には、直接この416条に対応する規定がないわけですね。もう一つの考え方は、この416条の規定というのは、これ債権総論の規定です。不法行為は債権の発生原因に関する債権各論の問題ですね。で債権各論に、規定がないんだから、特別法に規定がない限り一般法に戻るんですね。これ法解釈のセオリーですね。そうすると416条の規定を、これ適用、そっか、債務の不履行だから準用することになるのか、準用される条文というのがどこに隠れてる、準用条文がないのか、そうすると累推適用ですか、という順序になるわけです。つまり416条の規定は債務の不履行に関してのルールだから、不法行為に関しては累推できないという考え方、それからもう一つの考え方が、いやいや債権総論の規定なんだから、これ累推適用できるじゃないかという考え方、この2つが対立するわけです。さあ、どうしようかということで、まず、裁判例32からいきましょうか。民法416条の規定は、共同生活の関係において、人の行為とその結果との間に存する相当因果関係の範囲を明らかにしてあるものに過ぎずして、一人債務不履行の場合のみに限定され、せられるべきものにあらざるをもって、不法行為に基づく損害賠償の範囲を定むのについても、同条の規定を類推してその因果率を定むべきものとするという考え方、つまり416条の規定を不法行為に関して類推適用しても良いのだという考え方が耐震時代に出されるわけです。でこの考え方は最高裁にも受け継がれることになります。裁判例の33ですね。昭和39年の最高裁の判決です。原判決は、被控訴人が控訴人所有の流木を伐採することにより、控訴人に加えた損害の額を算定するにあたり、およそ山林の流木をその適正伐採期まで育成し、その時期に伐採して収穫することは、山林経営の通常の管理方法であるから、被控訴人が伐採した判事流木の適正伐採期である昭和32年12月における価格をもって、山林経営者である控訴人の被った損害の額とを出し、しかして控訴人は本件山林の他にも山林を所有し、それは山林として通常の、経営管理を行っていること、
および被控訴人は流木の伐採販売業を営んでおり、控訴人が右山林を通常の方法で管理していることを知っていたことの事実により、被控訴人は控訴人が適正伐採期における右流木の収穫を取得することを予見し、または所見し得られるものと推察できるものを判事し、もって被控訴人は控訴人に対し、前期額の損害賠償義務があるものを判事したものであって、原判決は民法416条2項による、損害、範囲の416条2項による、範囲の賠償額を公認したものであること、判文上明らかであると。で、原判決の右判断は当裁判所も正当としてこれを是認すると。で、最も、控訴人が本件流木の適正伐採期前において、あるいはその以後においてこれを伐採収穫したであろうと思われる特段の事情があるときは、この限りではないというような、まあ、要するに416条2項をですね、類推適用していくというこの判断、これを、最高裁は認めるわけですね。この意味では、416条の類推適用だと、416条1項2項類推適用できるんだということになりそうです。で、ところがね、416条ちょっと困るのはね、ちょっと考えないといけないの。特別の事情によって生じた損害であっても、当事者がその事情を予見すべきであったときはっていうんだけれども、不法、債務不履行の場合はね、債権債務関係があるわけだから、だから、債務者としては債権者のね、その給付の目的、内容のね、給付の目的に関しての利益を保証しないといかんという、こういうことがあるわけですよ。だからこの債務を履行しなかった場合には、こういった事情まで、生じる恐れがあると。いうことを、まあ、想定するっていうことはあり得るんだけれども、不法行為というのはこれ偶発的に起こりますね。したがって、今から不法行為を起こすからどれくらい損害生じるか予見しなさいと言っても、そういうことできないんですよね。なので、これ類推適用なんじゃなくて、損害、特別損害が発生するということじゃなくて、その結果発生、そういう結果が発生するということをあんた予見した上で不法行為を起こしてるんだろうと、そういうように読み替えないといけないんじゃないかという議論が出てきて、で、それに影響を与えている、それが影響を与えていると思われる判決ですね。裁判例34です。このように自動車が他車との衝突接触により前期のような暴走を誘発し、第三者に損害を与えることがしばしばあることは、自動車原動機付き自転車等を運転する者にとって容易に認識するところであると。してみると、現判決の認定した事実関係のもとにおいては、上告人の自転車に対する後者の本件衝突は、少なくとも原動機付き自転車を運転する者の通常の注意をもってすれば予見可能な範囲内にあるということができ、乙者の前期右折行為と後者自転車の衝突との間には現判決認定の後者の無謀運転に関わらず相当因果関係あるというべきであるということで、これ、結果発生のですね、予見可能性というように不法行為の場合読み替えていると。だから類推、純粋には類推ではないんですね。416条2項読み替えてるんだというような、そういう判断もあるわけです。同じく裁判例35見てみましょうか。被上告人公の右懲戒行為は、担当教師としての懲戒権を行使するにつき、許容される限度、戒を著しく逸脱した違法なものであるが、それがされるに至った経緯、その対応、これに対する乙の態度、反応等から見て、被上告人公が教師としての相当の注意義務を尽くしたとしても、乙が右懲戒行為によって自殺を決意することを予見することが困難な状況にあったというのであると。以上の事実関係によれば、被上告人公の懲戒行為と乙の自殺との間に相当因果関係がないとした原始の判断は正当として是認することができ、その過程に所論の違法はないということで、なのでこれ言ってることは何かという話なんですけれども、416条で言ってるのは、要するに債務者の予見可能性ということが、まあ一義的に出てくるんでしょうね。で、不法行為の場合予見可能なのは、通常人だったら、こういうことをすればどこまでできるのかと、どこまでの賠償しないといかんと、推定できるのかと、こういうことになってくるわけです。つまり、ちょっとここ誤縮で書いてますね。過失の判断基準としての行為義務が及ぶ範囲、この義務射程を損害賠償の対象となすべきだという考え方が、解釈論上提唱されるに至ります。これ、保護範囲説と呼ばれることがありまして、まあ、決して通説とまではなってないと思うんですけれども、でもなるほどなと思わせる説ですね。やっぱ不法行為の場合、少なくとも不法行為の場合にはね、
債務不履行とやっぱ違った配慮を、しないといけないのじゃないかということについては、適切じゃないかなと思います。したがって416条類推できるのかどうかという問題に関しては、不法行為なのか債務不履行なのかというその責任発生の事実ですね、それに応じて、やっぱり考えていかないといけない問題だということまで言えようかと思います。